道山信長光秀も見たサンセットタイムラプスをアルファ6000で撮る絶景撮り方解説。今回はこれをやります。戦国武将たちが要衝として治めていた岐阜城は岐阜県南部濃尾平野の北端に位置する岐阜市にあり、清流長良川が西へ流れ伊勢湾へと続いています。そんな歴史ある岐阜城の麓の橋からソニーアルファ6400でサンセットタイムラプス動画を撮ってみました。大河ドラマ「麒麟が来る」で放映された長良川の合戦は1556年この橋の下流で戦われました。こんにちは、写真家の高潔和義です。ボンジュルフォトチャンネルでは写真に関する番組を毎週配信しています。皆さんの人生や写真文化向上にお役に立てれば嬉しいです。番組を見ていただき参考になるなぁ、また見てみたいなぁと思われたらチャンネル登録いただけると嬉しいです。何よりの励みになります。では撮影現場からの実況をお聞きください。はい、皆さんこんにちは。背景に見えるのがブルーに、ここのところに見えるのが岐阜城です。麒麟が来るの舞台です。ここは長良橋というところですが、サンセットがとても美しいんですね。こういう情景です。でこの長良橋でですね、私はここにカメラを置いて撮影しています。ではですね、タイムラプス動画インターバル設定で、2秒に1回シャッターを切れる、5000枚まで切れる設定にしてあります。 JPEG 画像にしてあります。ローで撮るとですね、あんまりたくさん撮れないので JPEG 画像だけにしてありますが、ここから AE 追従を順番に滑らかに画像が なるように撮影設定しています。星も出てきましたので星も撮れていると思います。またこれをどっかでアップできたらいいなと思います。岐阜の長良川長良橋からの中継でした。こうやってですね、何にも置くものがない時に水平保つためにはハンカチを使ってね、ちょっと 上向きになるように撮っています。レンズにハンカチを置いて三脚も何もない時にね、そういうものが役に立ちます。何でも使えるものは、ポケットから出します。バッグから出しましょう。タイムラプス動画の終わり方はですね、このシャッターボタンを押せば終わります。今何枚かと言いますと1549、まあそうですね、1500枚から1600枚ぐらいになりましたので終わりたいと思います。とってもいい夕日が撮れて星空も見えてきました。シャッターボタンを押して終了です。これですね、シャッターボタン、はい、これで押すと終わりの表示が出ます。終了しました。はい、ではまた動画を見てください。ここで撮ってました。コレクションが2つありますから、このホルダーがね、コレクションまとめましたので、ここにあるすべてを選択します。最初のをシフトキー左クリックで OK ですね。これは JPEG 画像だけにしましょうか。もともと JPEG 画像だけになってますからね。ではこれを選択したらですね、ツール、このツールの中にあるタイムラプス動画の作成、次へ、OK、はい、次へ、準備しています。はい、出てきました。はい、この画面にが表示されます。
で、これが、こういう風になりますよというね、まず前もってチェックを入れます。全部で7秒の動画ですね。はい、これを次へ押します。まあ、YouTube のサイズですね。1920×1080 ピクセルで 30p で保存しましょう。保存。作成。OK。で、これ出てきます。プレイメモリーズというここはタイムラプスを撮るソフトが起動しています。これもソニーからどなたもインストールすることができます。カメラ買うとね、これついてくるんですよね。で、こうできましたよという7分の動画が出てきます。はい、これを閉じて OK です。はい。次にもう一つ、コレクション2もやっておきます。この JPEG 画像だけ選択してありますから。これはちょっと多いですよ。量がね。全選択です。で、これでまた同じようにツールからタイムラプス動画の作成をクリック。はい。次へ。OK。はい、次。はい。このような画面が立ち上がってきました。今回の2個目のホルダーをタイムラプスにすると、こんなになりますよ、ということですね。一体40秒の動画のフォルダーです。次へ押します。で、サイズは、YouTube 用の動画サイズ。30p14MB。OK。保存をします。はい、OK。これもね、もう一つ。4K サイズの出力形式で 30p60MB。大きさで動画を作っておきたいと思います。時間かかっていますから、ここから早送りします。これはかなり時間がかかります。かかってます。このサイズでね、30p14MB、1920×1080 ピクセル。このサイズでタイムラプスを作ると、60.1MB ですよというふうに出てきました。これ、おそらくですね、これ 4K サイズで出力すると、3840×2160 ピクセル、30p60MB の大きさですから、6倍ぐらいになるんじゃないですか ?360×400MB 近くになるのではないでしょうか。これ結構時間かかってるね。でも、98%。はい、もう完成しますよ。はい、終わりました。で、完成形が出てきます。約38秒の動画ですね。いや、40秒。2つ合わせて、先ほどのが8秒ぐらいでしたから、あの橋の上で長いこと撮って44秒の動画になったわけですよ。2秒に1回ね。あ、星が出てきましたね。OK。星が出てきて終わりと。はい、閉じると。では、これで、先ほどのこのコレクションの1とコレクションの2で合体させた動画をこの後見てもらいますね。では、一旦この画面消えます。
今回は NHK 大河ドラマ麒麟が来るを記念して、戦国の時代から変わらないであろう京都の方面に沈むサンセットタイムラプスを岐阜城の麓から撮りました。麒麟が来るのおかげでコロナ禍のもと一時は観光客で大変にぎわったこの城下町界隈です。皆さん最後までご視聴大変ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。ボンジュールフォトチャンネルでやってほしいこと、感想、ご要望などはコメント欄にてお待ちしています。コメント大歓迎です。私も勉強になります。次回動画配信をお楽しみに。今回はこれまで。ではまた。 See you again.